グランタンクは、挑戦者が2006年1月に出荷開始した、スパニングミラーリング対応ストリーミングサーバ組み立て、キットである。グランタンク筐体内に電源と制御基板が組み込まれた状態で販売されており、製品にハードディスクドライブは含まれていないため、購入者が別途入手して組み込む必要がある。ハードディスクドライブは2台まで内蔵でき、基板には セカンダリポートのアキランドが存在するが、ドライブはプライマリポートのマスター、スレーブとして接続されることになる。位置づけとしてはランタンクの5倍対応版であるが、実際には筐体の外観と初期ファームウェアに実装されている機能がある維持している程度しか共通点はない。ハードウェアとしては別物の基板であるため別機種とも言える。 ランタンクとの比較した場合の相違点としては CPU の変更、USB ポートが2ポート追加、電圧ブザーの追加のほか、電源スイッチの挙動がスイッチがオンの状態で給電された場合、オンになるように変更されている。添付品についてはエンブレムの変更、整流用の樹脂板が追加され、CD-ROM については2枚組になった。また、カタログ上は、 HDD のスピンオフと同期でファンコントロールが行えるような表記になっていたが、それは事実ではなく CPLD に対してコマンドを送ることでのみ、ON、OFF のみであるが制御が可能になっている。ドライバのソースこそ公開されなかったものの、開発者の働きかけにより、そのレジスタ仕様は別途公開された。ファームウェアの変更点としては ARM 用の d e b i a n GNU。 Linux ベースに変更され、パッケージがそのまま利用可能になったほか、カーネルが 2.6K へ変更され、アコダブからアパッチにもっとデイブへソフトウェアが変更になっている。それに伴い、FTP サーバー、ポート切り替え、ウェブ公開機能は廃止された。搭載 CPU のマイナーさから、簡単にコンパイルが通らない、素直に動作しないなど、原箱よりもユーザーを選び、 ツンデレ仕様と評されたランタンクに対し、素直に ARM の試算が使える。この製品は従順仕様とも言われる。動作クロックの向上と語尾対応により、おおむねパフォーマンスは向上しているが、不及が存在しないため、実数演算を伴うソフトウェアの実行は苦手である。インストールは、PC、p c a t 互換機でインストーラを用いて HDD へ、起動イメージを書き込むのは、 前作も同じであるが、今回は PC 側で構築する構成を指定の上、ブートシステムとインストーラを転送し、グランタンク側で自動的にそれに基づき構成するようになった。PC 側でのインストーラは、魔界というディストリビューションがベースになっており、HDD 上の実行環境をロム化し、CD r o m からライブ駆動として利用できるように作られたものである。 グランタンクのインストーラでは、各種ライセンスなどの表示と HDD に対して、初期パーティションと動作モードを示すパーティション ID の設定、並びに起動に必要なファイルの転送を行う処理を行うように作られている。正式に対応しているインストール用の環境には、PATA のインターフェースを持つ PC、AT 互換機が必要であるが、口述の通りブートストラップの変更により、 パーティションの作成、ファイルの展開を行うことで、起動可能な状態にすることが可能であるため、USB 変換ドングル等の併用により、ノート PC 等を用いたインストール方法も確立され、開発者の開いたイベントやユーザーが個人で開設するなどした。製品としては、あくまでストリーミングサーバー組み立てキットであり、前作同様、開発者の意向から標準では、 サンバはインストールされず、Windows からネットワークドライブとして使う、NAS として利用する場合は、ユーザーが自らインストール、設定を行う必要がある。意図的に、能動的に利用することを要求するように構成されているが、CPU の変更により、様々なことが容易に実現できるようになった。利用のノウハウや HDD の稼働実績などが、 ユーザーの作成したウィキに集約されており、自由に編集できることもあってか、公式ページよりも充実した情報や、各種リンクが用意されている。ハードウェアとしては、親ブランドである、株式会社 IO データ機器のギガランディスクの2台、HDD を内蔵できるタイプの製品が、ベースになっているが、樹脂パーツが着色されていないことや、エンブレムの違い程度で、他は同一である。 ソフトウェア的には、親ブランドの製品ではできなかった、ミラーリングで2台運用することが可能になっているが、ベースとなる筐体が分解を考慮していないため、きっちり組み上げてしまった、際のメンテナンス性は高いとは言えないことも、前作と同じであり、エアフロー改善のためと思われる樹脂板の存在により、HDD の着脱はさらに手間を要するようになった。 RAID からの復旧には復旧モードが用意されたことから自分でコマンドを知らずとも崩壊や故障などでデグレードしたシステムからの復旧は容易になっている。また今回追加されたデビアンモードの初期仕様では利用にシリアルコンソールが必須であり表示デバイスを持たないためその他のモードでもいざという時にはシリアルコンソールが頼みの綱となる。 接続位置は異なるものの、ランタンクシリアルコンソール用のシリアルキットが利用可能となっており、グランタンクの発売に伴い再発売されることとなった。もともとそのような利用を考慮していない筐体のため、これらのオプションをきちんと内蔵して利用できないのも前作と同じである。なお、内蔵、フラッシュラムに書き込まれているのは、 レッドブートであり、シリアルコンソールの速度は 115.2KBps に設定されている。ブートストラップの変更に伴い、HDD の MBR にブートマネージャーは不要となった。ありがとうございます。